では平行四辺形の定義勉強していきましょう。今回重要点は3つあります。まず1つ目、四角形の向かい合う辺のこと何というか知っておきましょう。で、何というかなんですが、四角形の向かい合う辺のことを対辺と言います。例えばね、この図見てください。ここに四角形 ABCD がありますね。で、これにおいてね、辺 AB の対辺は何って言われたら、これは AB と向かい合う辺のことです。だからこの DC ですね、辺 AB の対辺は辺 DC です。このようにですね、対辺という言葉がこれから当たり前のように出てくるんでね、慣れておきましょう。もう一個ぐらい見ておきましょうか。じゃあ次、辺 DA の対辺はどうでしょうか。というと、対辺は向かい合う辺のことなんで、辺 CB ですよね。じゃあ次、二つ目の重要点見ておきましょう。四角形の向かい合う角のことを何というでしょうか。さっきはね、向かい合う辺について知りました。今度は向かい合う角です。でも、角も似たようなもんで、対角と言います。向かい合う辺は対辺。向かい合う角は対角です。じゃあこれも例見ときましょう。角 A の対角はどれでしょうか。っていうと、向かい合う角なんでね、角 C ですよね。角 D の対角が角 B になるのも OK ですよね。向かい合う角です。じゃあ最後重要点の3つ目。平行四辺形の定義を押さえておきましょう。でね、まず思い出したいのがこの定義という言葉です。定義って何でしたっけ。っていうと、定義っていうのはゴニャゴニャとは一体何ということですよね。平行四辺形の定義っていうのは、平行四辺形って一体何っていうことです。で、何やっていうとね、平行四辺形っていうのは、二組の対辺、二組の向かい合う辺がそれぞれ平行な四角形。それが平行四辺形です。図にすればこんな感じですね。二組の対辺が平行っていうのは、まず一組目、ここが平行だよ。そして二組目、ここが平行だよと。そんな四角形を平行四辺形と言います。もしくはね、定義を別の見方すれば、昔ね、数学の偉いさんとかが、この初めてね、この二組の対辺がそれぞれ平行な四角形、この四角形を見たときに、なんて名付けたかと、それを定義と思ってもいいです。二組の対辺がそれぞれ平行な四辺形を見て、そうだ、これを平行四辺形と呼ぼうね、と決めたんですね。それが定義です。だからね、もし平行四辺形の定義とかで悩んだら、もう名前を見ればわかります。平行な四つの辺の形なんですね。つまり平行四辺形の定義というのは、平行が絶対関係あるなということで、二組の対辺がそれぞれ平行な四角形と思い出すそうですよね。以上を踏まえて今回の問題を見ていきましょう。平行四辺形 ABCD について次の問いに答えようと。まず括弧1は辺 BC の対辺です。BC の対辺、ここの対辺、対辺というのは何でしたっけ？というと、向かい合う辺のことですね。だから辺 BC と向かい合う辺は辺 AD です。答えは辺 AD ですね。じゃあ次括弧に行きましょう。括弧には角 C の対角、角 C ここですね、これの対角、対角って何やったかなと。対角は向かい合う角のことでしたね。だから角 C の対角はそれと向かい合う角なんで角 A です。括弧2のことは角 A です。じゃあラスト括弧3、平行四辺形の定義を記号を使って表そうと。記号って何やねんって感じですね。まずは平行四辺形の定義を日本語でもう一度言っておきましょう。日本語では2組の対辺がそれぞれ平行な四角形でしたね。これを記号を使って表そうっていうことは、AB と DC が平行だよということ。そして AD と BC が平行だよということ。これを記号で表せばいいですよね。ということは、AB 平行 DC、かつ AD 平行 BC となります。このかつっていうのはね、英語で言うと and です。AB 平行 DC だし、AD 平行 BC でもあるということです。ということで、平行四辺形の定義 OK でしょうか。今回の重要点3つ、しっかり理解して、自分でもノーヒントで解けるように練習しておきましょう。